諦めたくない。チャ、チェイソーで追われてて言ってる言葉は、生き残りたいじゃないんだよ。あ、頭いつか。嫌な予感しかし。同じやつじゃねえよな。違う、あ、一応、あ、じゃあこれだったらやる。リスク分散の立てだ。電流とか。いやね、オブセッションは打ったよね。リカエラに移ってね。これが死ぬまで地球じゃね。ナンパならもうしょうがないんじゃない。出の場の10番がいる。安心しろ。こういうふうに救助しろ。わかるか、ビットリオ。俺は女性が惚れるようなプレイをするプレイヤー。全世界のサバイバーに惚れられるプレイしてる。誰も見てわかる。別次元のプレイやってる。ただ発電機回すじゃない。すべて連動させた華麗なる動きを。これがいればチームは変わる。デッドバイの10番とはそういうもの。アイアンメイデン食らってるけど、多分僕行かないないかもね。ちょっと待ってもらいたいけど、向かってる方向はやるけど、走りながら。ミカエラは何やってるの？この救助だとマジおっせえけど。悪いけどもう逃げた方がいいよ。逃げ進める。こういうことだから。悪いよ、もう無理よ。
ああ、もうここのタイヤまでは余裕はねえわ、もう。タイヤまでの余裕はないわ、もう。タイヤまでの余裕はないわ、もう。でも僕が捕まると全力ダウンします。ノラは救助おっせえし。俺の救助とかの方が早いわけで。この通りです。ビットリオとかもう戦力にならないです。もう明確に分かってます。動きが取れえし、もう。信じらんないです。あったらやばい。やってる、やってる。やばい。最悪なパターン。なんで来ないの？いやーもう信じらんねえだろ？ずっと仕切って隠れてるから。優秀な奴は走って次の動きをする。あそこで隠れてる奴なんて話にならないんだよ。あの動きでもうダメなんだよ。俺とかは動いてるだろ。狙われたっていいじゃん、たとえ。負傷になれば予想以上に動けない。恐ろしいってな。ここを回すしかない。リカエラとかも遅いだろ。しゃがむだろ。これ違うだろ。草むらのあれが鳴ってても走ってるだろ。全部ほんと使えねえよなあいつ。電気回してる。こっちの邪魔してるし。どうやって救助するんだろう一人で。フェンミンと治療し合ってるんだったらいいけど、フェンミンとあんたらで大丈夫？こっちの方は回んねえし。毎度毎度俺だもんな。遅えもんな野良は。ここの救助来なきゃいけねえのに走ってこれないの。もうこの二人の野良のこの凄さ。ため息出るよ。二人もうしゃがんでんだよ。ため息出るよ。もうしゃがみじゃねえだろ。ほらこの論外最低なやつ。もうチームプレイしないやつ。この状況でチェストあさりしてないで、あの発電機は回さない、救助も来ない。ほら、分かっただろ。俺すごいだろ。ちゃんとやってないやつは分かるから。うん、こういうもうやつがいると勝てなくなるんだわ。こっちから食らう。ビット量だからやばい。やばい。エンミン行ってくれる？
おい、回復しろよ。出してこれ、発電機回せよ。こんなのしかいないの、この盤面で。このレベルとゲームなの。これは俺の責任じゃないって。ひどい。こんな人たちとゲームなの。こんな。回復してから回すやつ。前代未聞。あの盤面はもう余裕ねえから、本当は。雪切ったか知んねえけど。もう、フェンミン言ってよ。これでもう、ゲートの方に走ってないとかないよね、もう。エンミンが食らうから俺も開ける。長かった戦いよ。さらばこれや、これやヒーローちゃんだ。素晴らしい、素晴らしい。俺がいればチームは生まれ変わる。死ぬまで親友対策でずっと救助し続けた。アーカイブじゃないよ。死ぬまで親友食らってる人は狙われるから救助いけないから。じゃないと俺がフォローしなきゃいけなかったりして。俺を考えながらやってた、ずっと。前半戦。この凄さなんだよ。救助のアーカイブに行ってねえんだよ。そのためじゃないんだよ。俺は行かないといけないと思ったから行ってんだよ。俺がヒロちゃんの強さ。スーパースターヒロちゃんが見せたゲーム。俺がいれば勝てる、チームは。うん。世界中の人に言いたいよね、本当に。自分がいたら生まれ変わる人になってほしいよ。